K2 ライダーの渡辺大輔です。今回紹介するのは2425モデルのマニフェスト JP です。このボードは、ジャパンフレックスになってるんで、通常のマニフェストよりもちょっと柔らかめなフレックスになってます。結構フリースタイルをやっている人で、これからフリーライドとかビッグマウンテンちょっと挑戦してみたいなっていう人にもすごいおすすめのボードになってます。僕の身長は178センチで、体重66キロなんですけど、まあ、マニフェストを乗るときは少し長めの設定で、まあ、159センチぐらいのボードを乗ってます。まあ、結構フレックスもジャパンフレックスなんで、まあ、ビッグマウンテンとか行くときにはやっぱちょっと長めに選んだ方が、まあ、安定感も増すし、柔らかい分操作性もあるんで、僕はそんな感じで乗らせてもらってます。このマニフェストすごいフリースタイルですごい人気のボードになってて、かなり操作性もすごいやりやすいんで、まあ、これからちょっとフリースタイルの人で、まあ、これからフリーライドとかちょっとビッグラインちょっとやってみたいなっていう人にすごいおすすめのボードになってます。ぜひマニフェスト乗ってみてください。